連邦軍機関業務局は戦力基盤軍に存在する機関の一つ。職所の客用負荷の可視官及び予備役を含むドイツ連邦軍の可視官兵人事を対象とする部局。主官と予備役主官の人事については連邦軍人事局が担当している。機関業務局はノルトラインベストファーレンシューケルンに所在する。機関業務局の主な任務は部隊式部門とは 対照的に局自体が連邦軍の指揮改定構造に直接関わり人事、管理業務を遂行する。このため輸送、移動、義務兵役機関からの解放などの教育計画が含まれる。また兵役機関の選択処置業務も含まれる。職業軍人の含む関連と技術士官の入隊など正規兵の入隊手続きについては毎年実行される。 2008年3月から総長についての志願手続きは2年おきに審査され、その代わりに階級に相当する業務を提供する。可視官の最高位である上級順位候補については3年おきに承認手続き計画が実行され、合わせて軍装時代の経歴も調査される。連邦軍機関業務局は戦力基盤軍曹官に直属している。機関業務局は 各独立軍主局の一部として1956年に設立され分離解散までそこに置かれた。陸軍機関業務部と空軍機関業務部はケルンに置かれ、海軍機関業務部はビルヘルムスハーフェンに置かれていた。2002年に機関人事業務の機能は戦力基盤軍と救護業務軍にそれぞれ統合される。2006年10月15日に陸海、 空密の機関業務部は統合化が開始され、2006年12月31日までに、ルティヒ兵営にて、連邦軍機関業務局として改編される。連邦軍全科士官及び、兵卒のために任務が割り当てられている。ありがとうございます。